今日午前9時ごろ、砂川の道央自動車道でバス2台を含む車7台が絡む事故が起き、40代の男性1人が病院に搬送されています。事故があったのは道央自動車道の下りで、砂川サービスエリアから3キロほど札幌寄りの砂川市焼山付近です。今日午前9時ごろ、車4台が玉突き状態だと現場を通った人から警察に通報がありました。警察によりますと、現場ではバス2台と乗用車5台が絡む事故が起きているということですが、詳しい事故の状況は分かっていません。この事故で40代の男性1人が体の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、軽傷とみられています。この事故と吹雪の影響で、道央道は江別東から滝川の両方向が通行止めとなっています。